新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出た4月、働く人一人当たりの残業代が前の年より1割以上減ったことが分かりました。厚生労働省の毎月勤労統計調査によりますと、働く人一人当たりの4月の残業代は1万7984円で、前の年より12.2%減りました。 特にパートタイムで働く人については、残業代が23.1%減っていて、給与総額でもマイナス3.9%で収入に大きく影響しています。業種別の残業代の減少率では、飲食サービス業で46.1%、利用・美容業を含む生活関連サービスが43.9%と、 休業や営業時間の短縮を要請された業種の減少が目立ちました。